じゃあね、ちょっと細胞から見ていきましょうかね。まず生物っていうのは、原核生物と真核生物に分けられて、原核生物は原核細胞でできてて、真核生物は真核細胞でできてると。で、真核生物の中には動物とか植物とか菌類がいる。植物はセルロースでできた細胞壁持ってて、まあ、菌類も一応別な成分でできた細胞壁持ってて、動物は細胞壁持ってない。で、植物は葉緑体を持ってる。ね、こんなで原核生物にはね、古細菌と細菌がいるっていう。で、こんな風に生物界があるわけね。で、それらは俺たち生物って言ってんだけど、生物と非生物の間って、つまり例えばボールペンなんかはさ、生物じゃないよね。まあ見ればわかるよね。だけどさ、その境目ってかなり怪しくて、例えばウイルスってさ、 DNA とか RNA 持ってて、で生体膜も持ってて、でタンパク質も殻も持ってる、タンパク質も持ってる。だからかなり生物っぽいよね。だけど俺たち高校ではウイルスは生物に入れなくて、なんで入れないかっつうと、ウイルスは、自分一人で増殖できない、誰か他の細胞に寄生しなきゃ増殖できないとか、あとまあ代謝を行わないとか、まあいろいろあるんだけど、でもさ、こっから先はさ、高校ではさ、あんまり議論しないけどさ、でもその生物と非生物の境目ってさ、ライン引けないよね。なんていうか、例えばさ、バイクとかってさ、あれ有機物燃やしてさ、化学エネルギーを運動エネルギーに変えるじゃん。で、バイクってさ、熱を放出してさ、自分の体温を下げるじゃん。で、刺激に反応するでしょ。で、まあ進化もしてるっちゃしてる。だからさ、なんていうか、生物っぽい性質は持ってるは持ってるね、バイクもね。で、面白いっすよね。だからだけど、まあ、バイクよりもシャーリの上の細胞の方が生物っぽいみたいに、生物と非生物ってこうグラデーションなんですよね。そこは、そこごまかしちゃいけないっすよね。俺たちってよく教科書とか参考書見てほしいけど、これとこれとこれの、こういうものが生物ですっていう風な定義をしてないんで、ね、生物の特徴を紹介してるだけで、生物にはこんな特徴を持つものがいますよって紹介してるだけで、これこそが生物、ね、これ以外は全部生物じゃないなんて言えないんですよね。生物っぽい特徴を持ってるものとかがいるわけで、生物と非生物はグラデーションなんですよね。そこが面白いですね。で、続いて細胞ね。細胞も面白いですよね。なんかこんなこと言ったら時間がなくなっちゃう。細胞も面白いですよね。まあ、フックが初めて見つけたね。で、何？シュワンとシュライデンがね、シュライデンが、植物ってこんな細胞でできてるっぽいんだけどね、シュワンも、何それみたいな。俺、動物の研究してんだけど、なんか動物も細胞でできてるっぽいぞっつって、二人でめっちゃ驚いて、二人でこう、シュワンの研究室にかけてったっていうね、面白い話がある。俺たち、なんていうか、昔はさ、植物は何？まあ、動かない岩とかと同じ で俺たち動物がこそが、まあ、何生命みたいに思われてたけど、実はそうじゃなくてもう一緒なんだみたいな、なんていうか全部細胞でできてたみたいな、大きな発見があったわけね。で、何、フィルヒョーって人が細胞は細胞から生じるっつってね、病気になっちゃった細胞も普通の細胞から生じてるらしいみたいなことをこう研究し始めて、で格言を作ったっていう、細胞は細胞から生じるって言ったフィルヒョー、まあ、細胞分裂の概念とか、まあ、細胞説を確立した人ですね。で、細胞の中にいろんな細胞小器官があるね、高校でならないのも含めてね、すごく面白い。俺たちもさ、不思議だよね。なんていうか この自分自身がさ、細胞の集まりなんてさ、信じらんないじゃん。でもみんなね、ゴシゴシゴシって体洗うとものすごい数の細胞が取れるんだよね、赤としてね。すごく面白いっすよね。で、いろんな細胞があると。で、細胞質基質もね、まあ、生物基礎じゃ勉強しないけど、細胞質基質の中にも、もう細胞骨格っていうね、細長いタンパク質がむっちゃくちゃに張り巡らされてるんですよね。細胞骨格、微小管とか中間系フィラメントとかアクシンフィラメントとか、それもすごく面白い。昔は細胞の核とかミトコンドリアとか葉緑体以外のドロドロした部分って、なんか液体が詰まってんじゃねみたいな、何にも基本的にないっしょみたいに思われてたんだけど、実は細胞骨格がむちゃくちゃに張り巡らされてたんですよね。真核細胞、原核細胞でもね、細胞骨格に当たるもの見つかってますからね。だからすごく面白い。で、面白いのはね、こんな細胞骨格ってさ、ちっちゃい分子が集まった、例えば微小管とかアクチンフィラメントって、チューブリンとかアクチン分子が長くつながってできてるんですよ。そこが面白い。核酸だってさ、細胞の成分見てみると、核酸だってヌクレオチドの集まりだし、タンパク質だってアミノ酸の集まりなわけじゃん。だってね、ちっちゃいものをつなげて構造体を作るってすげえ生物大好きで、なんでかっていうと、それってさ、いらなくなったら分解して材料になるんだよね。レゴブロックって結構無限に遊べんじゃん。レゴブロック作って、なんかちょっと気に入らないなとか、ちょっと買いたいなと思ったら、レゴブロックここ取り外して、また別の形に作り上げられることができるじゃん。だそれと同じように、生物もちっちゃい分子を組み合わせて、基本的に体を作ってるっていうね、
それ多分それ超効率的なんだろうね。そのね、小さいものを組み合わせて巨大なものを作るっていう行為が多分超効率的なんだろうね。材料が無駄にならないしね。一回作り上げちゃってさ、もうあとはもう壊すしかないと思ったらさ、ああ何、じゃあもう一回最初からだって全部バーってぶっ壊して、また一から何、外から気質を取り入れて合成ってよりもわーって作って、で分解して、で手元にある分解産物でまた違うものを作った方がエネルギーとか材料的に効率的だよね。そこが面白い。あとまあ水の惑星だよね。まあ生態物質の中でまあ水は一番大事だよね。確かあの植物細胞も動物細胞もね、もう7割8割ぐらいが水だしね。やっぱりあの比熱が高いですからね。あの細胞内の環境を一定に保ちますよね、水がたくさんあるとね。だから水分取りなさいって、そりゃそうですよね。あの水でできてんだからね、生物体はね。まあそんなね、あの生態物質なんかも発展生物ではちょっと詳しくお勉強します。今ね、ごめんね、ちょっと手元の何教科書を眺めながら、あの今あの思いついたことをつらつらと喋ってるだけなんですけど、申し訳ないんですけど、拡散もね、なんで拡散を採用したのかね、まあ、二重らせんが安定だったんだろうね。昔はもちろん RNA 使ってた、あの RNA を遺伝物質とか触媒に使ってた、あの発展生物の人はね、あの RNA ワールドって勉強したと思うけど、使ってたけど、今はもう遺伝物質は生物は全部 DNA 使ってますね。ウイルスなんかね、あのあいつらは生物っぽくない性質持ってて、 RNA を遺伝子として使ってるウイルスもいっぱいいるけど、生物はね、基本的に全員あの二重らせん構造の DNA 作ってますね。 DNA を遺伝物質に使ってますね。だATP もあれ、まあまあ糖がリボースだけど、まああんな、多分どっちが先かね、まあ、ATP を使い出してヌクレオチドを使い出して、でこのヌクレオチドって巨大分子にすれば遺伝物質なんじゃねっていう風な進化が起こったか、まあ、もしくは DNA とか RNA が先に生まれて、でエネルギー物質としてヌクレオチドを使い始めたか、まあ難しいとこですね、どっちが先かはね。でも面白いよね、なんか ATP が RNA あの拡散の材料、拡散の構成要素の一つであるってすごく面白いですよね。 DNA って基本的に右巻きなんですよね。これ結構いろんなところでね、あの文句を垂れて申し訳ないけど、 DNA は右巻きなんですよ基本的にね。左巻き DNA も一部あるけどね、あのぐちゃぐちゃのちょっと、ジグザグした構造になるけど、昔国立科学博物館でね、左巻きの DNA が巨大パネルであったからね、一回メールしたことありますよ、ね、あのパネル変えましたってメール返ってきましたけどね、あの本当に神対応でしたね。あのパネルが変わりました、あの左巻きから右巻きにね。高校の生物の教科書も左巻き DNA が平気で書かれてるけどね、あのありえない構造の左巻き DNA がね、あれ右巻き、あの DNA って二重らせん右巻きなんですよ。ジュラシックパークでも左巻き DNA があったし、ジュラシックパークの DNA はむちゃくちゃだったね。とかね、まあまあ、あのネット検索でね、 DNA って検索すればね、むちゃくちゃな構造の DNA がいっぱい見つかりますよ。 DNA も化学物質だからね、あれ決まった化学構造取らなきゃ安定にならないからね、水中ではね。まあ、あの暇な人はね、あの DNA の間違い探しやってみてくださいよ。細胞膜も面白いですよね。基本的に俺たちって海だったんだよね。海を細胞膜っていう油の膜で包んでから自分の体の中と外を分けたんですよね。細胞膜ってだから生命のなんていうか他者と自己を分けたその初めのこう境界線なんだよね、細胞膜ってね。油で水と水を分けたんですよね。外と中を分けたんですよね、油の膜で。それが細胞膜で、細胞膜っていろんなタンパク質が埋め込まれてて、いろんな物質が出たり入ったりしてると。あとはなんかワンピースのスモーカー大佐とか、あとは、ね、膜で包まれてないやつはあれは生物の定義を、あ、生物の特徴を満たしてないんで、あの細胞膜持ってないね、あのメラメラの実とかね、黙々の実とかはあれ生物ってあんまり言えない気がするんだけどね。浸透圧も面白いっすよね。あの俺たちってさ、別に毒を注入しなくても死んじゃうって知ってた。あのなんていうか、体液っていろんなものが溶けてるんですよ。で溶けてて、その濃度が結構厳密に保たれてて、めっちゃ水で薄まると細胞吸水して破裂して死んじゃうんですよ俺たちって。だからそこら辺厳密にね、浸透圧って、溶液が持つ水を引っ張り込む力だけど、浸透圧って生物界で超厳密に制御されてるんですよね。ナメクジに塩かけたことあります、ね、ナメクジから水が出るでしょ。ナメクジに塩かけてナメクジが溶けるって人がいるよね。溶けないからね。なんていうか、ま、あのなんていうの、なんで NaCl で細胞構造が破壊されていくの、ね、違うでしょ、ね、あれはナメクジの外側に高い濃度の溶液ができて、水がそっちに引っ張られてナメクジから水が抜けたんだよね。浸透圧の議論も面白い。看護系室の人とかね、あのちゃんと患者さんの浸透圧記念しなきゃいけないし、植物が、水を引っ張る力も浸透圧が関わってるし、浸透圧面白い。しかもなんか浸透圧って、モル濃度かける
気体定数かける温度で表されることが知られてて、気体の議論と全く同じ議論ができるんだよね、浸透圧って。そこも面白いですよね。なんかね、昔調べたらね、もうね、そのまあ、これ実験式なんですよ、基本的に。で、もうね、あ、なんていうの、熱力学的な、法則が背景にあって、まあ、実験式として、まあ、確かに気体も水も気体も溶液も分子のね、あの、なんていうの、乱雑な運動を統計的に、見てるようなことが多いよね、俺たち議論する中でね。だからまあ、気体と同じような議論ができるんだよね。あ、なんていうの、気体の状態方程式と同じじゃん。PV イコール NRT と基本的に同じ形じゃん。あの、何、浸透圧イコールモル濃度、モル濃度ってモルを体積で割ってるわけだけど、モル濃度かける気体定数かける温度で表される浸透圧、気体と同じ議論ができるっていうのも、ちょっと背景に熱力学的な法則があって面白いですよね。あと単細胞生物も面白いですよね。ゾウリムシとかね。あ、かさっきのさ、浸透圧と同じでさ、ゾウリムシちゃんもさ、水吸水しまくったら破裂しちゃうわけ、細胞壁持ってないから。あの、何、菌類とか植物とか、あと原核生物とかは、細胞壁持ってて、水吸水しても破裂しないようになってるんですよ、ある程度まで。植物なんか、なんてパンパンに膨らんで、膨圧が生じてなきゃしなびちゃうから、パンパンに水吸って、だけど破裂しないってことができるんだけど、俺たちの赤血球とか、ゾウリムシちゃんとか、ミドリムシちゃんとか、水、細胞壁持ってないんで、水吸いすぎたら破裂しちゃうんですよね。だから何、収縮法っていう特殊化した液法を持ってて、水をどんどん排出していくんですよね。収縮法って、水を排出していくんですよ。ミドリムシとか、こうしたゾウリムシとかミドリムシとかアメーバって、原生生物って言うんだけど、原生生物って面白いよね。あ、もうね、まあ、今はね、あんまりこれ、ガチの分類学やってる方々は、先生方は、あんまり、こんなアバウトなもう分類は、先端のところで、研究分野の先端のところではもうしてないんだけど、もう、リボソーム RNA とかね、あの、塩基配列見て今分類してるんで、昔はさ、動物とか植物とか菌類以外の真核生物で、ちょっと分類に困ったらみんな俺たち、原生生物とか呼んじゃってたんだよね。で、原生生物のうち動くものを原生動物とか言うけど、呼んじゃってたんですよね。だゾウリムシとかさ、菌類なのか動物なのかちょっと微妙なとこ、アメーバとかさ、あのアメーバとか、ミドリムシとかさ、何、光合成するけど動きますみたいなさ、ねえ、なんていうか、植物なのか動物なのか微妙なとこじゃん。そういう微妙なやつらを全部原生生物に入れちゃったんですよね。ミドリムシラーメンとか食ったことあるんですよ。ミドリムシラーメンとか超美味しいっすよ。ミドリムシマシとか、ミドリムシマシマシっていう食券があるんで、ミドリムシのラーメン屋があるんですよね。面白いっすね。ミドリムシ入りラーメンがね、ありますよ。あの、ミドリムシ食品って結構多いからね、皆さんそのうち食うかもしれないですね、ミドリムシ食品。あの、注目されてるんですよ、ミドリムシって。あ、なんていうか、細胞壁持ってないから中の栄養が取り出しやすいんで、あの、植物細胞って細胞壁があるから中に栄養が詰まってても、細胞壁ってセルロースできてんじゃん、あの基本的に。で、セルロースを分解するセルラーゼって俺たち持ってないんですよ、そういう酵素。だから、植物って、だからまあセルロース分解できないから、セルロースが食物繊維で、ね、だからセルロース、あの食物繊維ってカロリーが基本的にないでしょ。あれ俺たちが細胞壁の主成分のセルロースの分解する酵素を持ってないからね。だけどミドリムシって細胞壁がないから中の栄養が取り出しやすいんですよね、ぐらいですかね。で、俺たちもね、細胞がね、組織になって器官になってね、で、まあ器官系とか持ってね、まあ本当に細、あの、なんだっけ、フィルヒョウがまさに細胞国家、あの国の家って書いてね、フィルヒョウが細胞国家とか言ってたけど、まあ、確かに俺たちなんか本当に細胞の王国みたいだよね、俺たちの体自体がね。細胞が分裂してね、どんどん、まさか一個の受精卵がね、俺たちみたいにね、なんかこんなたくさんのね、まあ、何十兆とかね、あの言われてるけどね、俺たちの体を作ってる細胞の数が、こんな数の細胞になって、しかも動き回れるなんて、すごく不思議ですよね、不思議。多細胞生物の神秘っすよね。まあそうね、体細胞分裂もね、面白いよね。やっぱり一番ね、あ、そうね、まあ、体細胞分裂のが、崩壊しちゃう、つまり、体細胞分裂ってね、本当に超エリートの細胞しかできないんですよ。幹細胞って、あの新幹線の幹に細胞って書いて、幹細胞って細胞とか、まあ、一部の細胞しか体細胞分裂ってしてないんですよ。なんかね、全ての細胞が体細胞分裂するみたいにね、あの思っちゃう、あの
教科書の書かれ方してるけど、本当に選ばれたスーパーエリート細胞しかね、分裂ってしない、体細胞分裂ってしないんですよね。でそれ、まあ、なんていうの、そこの制御がうまくいかないと、わけのわかんないところで分裂しちゃったりとかして、がん細胞とかなっちゃったりするんだよね。で超厳密に制御されてるんですよね、その体細胞分裂のストップとかゴーとかね。だってさ、考えてみたらさ、受精卵から体細胞分裂ガンガン始まって、まあ、卵轄っていうね、あの間期が短い体細胞分裂から始まって、どん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 分裂してって、で結局さ、あの膨大な数の体になって、でそれさ、もしさ分裂、あ、間違えて分裂1回多くやっちゃいましたとか言ったらさ、もうむちゃくちゃになっちゃうわけじゃん。そこ厳密にストップかかって、で細胞足りなくなったら、徐々に細胞増やしていってみたいな、それってすげえ制御だよね。そこの研究って面白いっすよね。以上、細胞のもう本当にもうむちゃくなんか思いついた限りをただ喋ったっていう、申し訳ないけどね、まあ雑談だからね、許してね。まあ面白いっすよね。なんかやっぱり細胞で、なんで細胞だったんだろうね、まあ、脂質の膜が、まあ、水から始まったのかな。比熱が高くていろんなものを運べて、で、まあ、光合成なんかの基質になって、そんな水が生命の根本で、で自己と他者を分けようと思ったら、その水を、水っていう極性分子を、ね、脂質っていう非極性分子で囲う必要があって、でそこから生命が生まれてったのかな。自己と他者ができる、つまり外界、海と膜で包まれた己ができて、で自分の、ね、あの細胞の中でいろんな化学反応を進めていくっていうかな。面白いよね、生物のね、始まりはね。じゃあ以上です。